画家を見ましょう。第二章。二章。十四节。十四節です。旧约圣经雅歌传道书后面的雅歌啊，旧约华文圣经繁体字的哈，八百零五页。旧约八百零五页繁体字。旧約聖書の934ページです。我讲这个几页你就不用翻没关系，因为只有一位慕道朋友听这个跟我一样圣经。雅歌二章十四节。雅歌二章の十四節。我的鸽子啊，你在磐石穴中，在陡岩的隐秘处，求你容我得见你的面貌，得听你的声音，因为你的声音柔和，你的面貌秀美。十四節。岩の裂け目、崖の隠れ場におる我が鳩よ、あなたの顔を見せなさい。あなたの声を聞かせなさい。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。我们在星期二晚上鸽子系列的道理里面，我们学习过要洁净，也就是我们的品德要像鸽子。私たちは火曜日の夜の集会の中で、鳩シリーズの中で、すでに鳩のように清くなるということを学びました。我们学过要驯良如鸽，也就是性情要像鸽子。また鳩のように素直になるということも学びました。晚上我们要来学习我们的声音要像鸽子。今晩は声は鳩のようにというテーマです。日本乌鸦，我没想到竟然多到不输给新加坡。日本のカラスはシンガポールにも負けていないぐらい多いです。我在新加坡六年的时候，新加坡政府曾经下令大量的扑杀乌鸦。私はシンガポールで六年間いましたが、かつて政府が、カラスを大量に殺す命令を出しました。万万没想到。第一次正式来到日本工作，也发现日本的乌鸦竟然不输新加坡。しかし初めて日本に働きに来ましたが、日本のカラスの数もシンガポールに負けていないことを知りました。所以都看到电视报道，动员警察要去抓乌鸦。なのでよくニュースでも、警察官の方がカラスを捕まえる報道を見ます。传道住在横滨这一段期间，真的大清早就听到乌鸦嘎嘎好一直叫。私が今横浜に住んでいる期間も、朝早くからカラスの鳴き声が聞こえます。乌鸦的声音，我想绝大多数的人都不喜欢听。私が思うにカラスの鳴き声は多くの人が不快に思うと思います。所以当有人讨厌一个人在那边讲一直讲的时候，常常会说闭上你的乌鸦嘴。よく嫌いな人が喋ってるのをずっと喋ってるのを聞くと、そのカラスの口場所を閉じなさいと叱ります。乌鸦的叫声很刺耳，没办法。カラスの鳴き声は耳に刺さるからです。在不喜欢听他还是鸭鸭叫。しかしどんなに嫌っても彼らは泣きます。有的人甚至听到乌鸦叫感觉不吉利，还要赶快祷告。ある信者はカラスの鳴き声を聞くと不吉に思ってすぐにお祈りする信者もいます。在这里我们看到雅歌里面描述，ここで画家の中でこう描かれています。新郎预表耶稣基督，新郎はイエス様を、イエスキリストを表しています。新婦预表得救的真教会，そして神父は救われる誠の教会を表しています。也是预表每一个配得得救的基督徒，それはすなわち、救われるに値する信者 をも表しています。所以在这里新郎对新婦赞赏，ここで新郎は神父を褒めたたえています。开始就说我的鸽子啊，我が鳩よと，也就是我的心腹，つまり我が心腹よと。在这里面很多道理我们晚上只谈，让我来听听你的声音啦。この中にはたくさんの教えがありますが、今晩はあなたの声を聞かせなさいというところを学びましょう。因为你的声音柔和，あなたの声は愛らしいから。所以我们今天真耶稣教会发出的声音要柔和。
なので今日私たち新約教会が発する声も愛らしくなければいけません。今天每一个在真耶稣教会受洗受圣灵的真基督徒声音要柔和。今日新約教会でバプティスマを受けてそして聖霊を受けた誠の信者はの声は愛らしくなければいけません。我们有谈到要寻良像歌、私たちはすでに鳩のように素直になるということを学びました。因为鸽子性情既然这么善良、鳩の性質という性格はこんなにも、柔和です。每一个听过鸽子声音的人就知道他的声音真的很柔和，出自肺腑心肠。鳩の鳴き声を聞いたことがある人は分かると思いますが、全ての鳩は、肺からお腹から声を出していて、そしてとても柔和です。我们看马太福音。マタイによる福音書を見ましょう。12章34節です。马太福音12章34節。マタイによる福音書12章34節。毒蛇的种类，你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。マムシの子らよ、あなた方は悪いものであるのに、どうして良いことを語ることができようか。おおよそ心から溢れることを口が語るものである。35節。善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。善人は良い蔵から良いものを取り出し、悪人は悪い蔵から悪いものを取り出す。这里的经节也很容易记哈，十二章的三十四节，你就把它记一二三四，哦，一二三四，每个人都会一起念上信。これはマタイの十二章三十四節なので、一二三四と覚えてください。我们心里如何说出来的话就如何。私たちの心がどうであれば、その口から出ることもその心と同じです。如果我们有追求你的品性要寻良像歌，那么我们所说出来的声音所说出来的每一句话也就会像性情这么的柔重的善。もし私たちが性格を鳩のように素直であるように追い求めることをすれば、その口から出ること言葉も鳩のように柔和であられます。因为圣经也这样告诉我们，聖書ではこのようにも言っています。如果我们拜神要用心灵和诚敬拜，もし私たちは神を礼拝するのに心と誠と思って礼拝すれば，也就像鸽子一样，它发出来的声音是出自肺腑的，呜呜呜那种声音。それはちょうど鳩が声を発すときと同じように、お腹から声を発しています。所以一个真基督徒他讲一句话一定要出自肺腑心肠的意思就是很诚恳很真实。なので、クリスチャンである者は、言葉を発するときには心から、誠実な言葉を発さないといけません。我们有一句话叫做精诚所至金石为开，一个人如果用心很诚恳，你再硬的人都会被他打动。ある言葉があるように、心から誠実に、物事に接すればどんなに心が固くなな人でも心を開いてくれると。所以我们就要有一个认识，所谓柔和不是说那种声音这样让我们听起来好像小孩子这样很细很腻，不是那种意思。まず私たちが認識しなければいけないことは、柔和な言葉というのは子供の柔和な声というのは子供のような声ということではありません。你所讲的话要像鸽子一样从内心的诚恳的实在。あなたが語る言葉が鳩のように心から発した、正直な言葉であるということです。我们看四世纪。四世紀を見ましょう。第八章。八章。第一节。一節です。旧约啊，繁体字的圣经哈，307页。旧约307页，四世纪八章的一节。四世纪八章一节。以法莲人对基甸说：“你去与米甸人征战，没有招我们同去，为什么这样待我们呢？”他们就与基甸大大的争吵。一節。エフライムの人々はギデオンに向かい、あなたがミディアン人と戦うために行かれたとき、我々を呼ばれなかったが、どうしてそういうことをされたのですかと言って激しく彼を責めた。二節。基甸对他们说：“我所行的岂能比你们所行的呢？以法莲收取剩下的葡萄，不强过亚比以谢所摘的葡萄吗？”
ギデオンは彼らに言った。今私のしたことはあなた方のしたことと比べ物になりましょうか。エフライムの拾い集めた取り残りのブドウはアビエゼルの収穫したブドウにも勝るではありませんか。三節。神已将米甸人的两个首领厄利和西伯交在你们手中，我所行的岂能比你们所行的呢？基甸说了这话，以法莲的怒气就消了。神はミディアの君、オレブとゼーブをあなた方の手に渡されました。私の成し得たことはあなた方のしたことと比べ物になりましょうか。ギデオンがこの言葉を述べると、彼らの憤りは解けた。好、在这里第二节所说的亚比以谢是什么意思呢？この2節に書いてあるアビエゼルという意味は何でしょうか？好、我们看六章的十一节。六章の十一節を見ましょう。六章的十一节，主的使者到了俄弗拉，坐在亚比以谢族人约阿斯的橡树下。约阿斯的儿子基甸正在酒在那里打麦子，为要防备米甸。十一節。さて主の使いが来てアビエゼル人ヨアシに属するオフラにあるテレビの木の下に座した。時にヨアシの子ギデオンはミディアン人の目を避けるために酒舟の中で麦を売っていた。所以亚比米谢简单的说也就是基甸。アビエゼルというのは簡単に言うとギデオンです。他们这一族的人、彼ら一族の人です。基甸是神兴起的士师。ギデオンというのは神に起こされた獅子です。也就是一个很英勇的领袖。それはつまり英雄であり、そしてリーダーである。打敗敵人以後、以法蓮人来抗議。そして彼らが敵を倒した後、エフライム人が抗議をしに来ました。以法蓮人的意思就是说，你们要去打仗，怎么没有招我们呢？不给我们面子啊？你看不起我们吗？怎么不叫我们一起去打呢？エフライム人たちの意味というのは、あなた方が戦いに行ったとき、どうして私たちも呼んでくれなかったのか、私たちのメンツを立たせてくれなかったのかと。我们看到基甸的回答为什么会让来势汹汹、毫不讲理的以华连人怒气就消了。なぜギデオンの答えが、最初は怖い感じでやってきたこのミディアン人たちの憤りを解けたのでしょうか？因为基甸说话就像鸽子的声音。なぜならギデオンはが言葉を述べた時、鳩のような声を出したからです。基甸用柔和的话来回答以法莲人。ギデオンは柔和な言葉でもってエフライム人たちに、答えました。基甸出自肺腑心肠，很诚恳地对他说：“敌人的首领被你们抓到，所以你们比我还好。”还勇敢，还有用。ギデオンは心から正直な言葉でもって、敵のリーダーはあなた方の手の元にあるから、あなた方のしたことは私よりもすごいと言いました。虽然敌人的兵、敌人的军队都被我们打败，我们输给你，因为你抓到首领。彼らの兵隊は私たちによって、勝たせられましたが、彼らの君はあなた方の手にあるのであなた方の方がすごいと。我们今天在生活里面常常会遇到这样的现象。今日の私たちも生活の中でこのような現象によく合います。真正应该一起来做事的时候他不出现的。本当に何かをするときには、出現しないのに。但是事情一成功了，有成果了，这个不出现的人马上就出来说，为什么你们没有让我参加一份呢？しかしその物事が成功したとき、結果が出たときに、最初参加しなかった人が出てきて、どうして私たちに参加させなかったのかと言います。简单的说，在我们四周围你常常会遇到那种好大喜功的人。簡単に言うと私たちの身の回りには、結果だけを見てそれについてくる人が多いです。真正该出力的时候来用力的时候他躲到边去，已经有功了他就想要来抢一份。本当に力を尽くすべき時には逃げてしまって、そして、成功した後に、やっと身に寄ってくるのです。基甸不是不知道以华连人的。ギデオンはエフライムのことを忘れていたわけではありません。但是基甸声音像鸽子。しかしギデオンの声は鳩のようでした。所以他化解了这一场没有必要的冲突。なので彼はこの、しなくてもいい戦いを避けることができたのです。他们都是十二支派的人。彼らはみんな十二支派のものです。大可以里面自己相杀起来。
そしてお互いに攻撃し合うこともできます。但是我们今天要明白的，神要我们是以柔克刚。しかし今日私たちが理解するべきことは、神は私たちに柔和でもって硬いものに立ち向かえさそうとしています。所以在我们遇到对方如果是用强势来的，なのでもし私たちの相手がもう強硬作戦に出てきたら、甚至是无理取闹来的，その筋が話の筋が通っていなかったら、我们要想到声音如歌的美好。私たちは逆に鳩のように声を発する良いところを思い出すべきです。我们再看约翰福音。ヨハネによる福音書を見ましょう。第八章。八章。三十一节。三十一節です。第三节，对不起。约翰福音第八章的第三节。はい、ヨハネによる福音書八章の三節です。到十一节。三節から十一節。这是我们在练习讲到的试题啦。これは説教の練習の題材でもあります。那么在这里呢，我们看到文士法利赛人，哇，他们吵吵闹闹，他们的声音非常的大。ここから見てわかるように、律法学者やパリサイ人たちがうるさくしていました。但是我们看到主耶稣安安静静。しかしイエスさんは静かにしていました。最后主耶稣一说出来的声音是柔和的声音。そして最後にイエス様が発した言葉は柔和な言葉でした。主耶稣平心静气地问他们，你们当中谁没有罪，谁先打死这个淫妇好。イエス様はとても穏やかに彼らに、あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよいと言いました。主耶稣没有站起来斥身立着的很严厉地训斥他们。イエス様は立ち上がって厳しく彼らを戒めることはありませんでした。主耶稣只是轻描淡写的问一问你们。イエス様はただ軽い言葉で彼らを聞いただけです。你们这些文士自以为你们很圣洁，你们没有犯罪，这个淫妇才是罪，所以淫妇要打死。あなた方律法学者は自分が清いものだと思って、そしてこの女が姦淫を犯したと言って石で打ち殺そうとしている。你们自己安安静静地想一想。しかしあなた方も冷静になって書いてみなさい。你们扪心自问，摸摸自己的良心。自分の心に手を当てて、你们哪一个真的没有罪，你就先拿石头把这个淫妇打死。あなた方の中で本当に罪のないものだけが、まずこの女に石を投げつけなさいと。你想四周围那种声音是声浪是多大，一直喊一直叫。もともとこの周りの声というのはとても大きかったです。你应该怎么处理？照律法就是应该给他死。律法に基づいていけば、この女は死ぬべきだと。这种来势汹汹的，我们怎么办？このように怖い態度で来るとき、私たちはどうすればいいのか。学習主耶稣很有智慧的。イエス様のに習って知恵を持ちましょう。很温柔的。柔和に行きましょう。看一下雅各书。ヤコブの手紙を見ます。第三章。三章。十三节。十三節。新约三百三十一页，繁体字圣经新约三百三十一页。三章十三节，你们中间谁是有智慧有见识，他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。ヤコブ三章十三節。あなた方のうちで知恵があり物分かりの良い人は誰であるか。その人は知恵にかなう柔和な行いをしていることを良い生活によって示すが良い。好，在这里呢，我们看到主耶稣在这样吵吵闹闹的声音之下，主耶稣给我们留下的榜样就是有温柔的智慧。ここから見てわかるように、イエス様はこのようにうるさい環境の中でも平静に、そしてこの柔和な行いをされました。我们也谈过，当一个人要寻良相歌，不是傻乎乎的任人宰割。私たちも以前学んだように、鳩のように素直になるということは、愚かになるということではありません。你必须具备灵巧，それに伴って、賢くなければいけません。也就是要有属灵的智慧。それはつまり霊的な知恵が必要だということです。你懂得反应。反応を早くして。懂得观察，懂得应变。そして観察をして応用します。懂得逃避没有必要的受害。受けなくてもいい害から避けるのです。
懂得不要做错误的判断。また誤った判断をしないように気をつけます。所以我们一定要去思考，为什么耶稣在这样的环境之下、声浪之下，他要安安静静的。なので、なぜイエス様がこんなにも多くの声がある環境の中で静かにしていたか、このことをよく考えるべし。当你遇到在你面前的人越冲动、越无理、越大声、越大骂、越大叫，你要越安静。あなたの前にいる人が、筋が通っていなくて、そして声が大きくて、衝動的であればあるほど、あなたは冷静でいるべきです。你心里越要祷告。そして心の中でお祈りしましょう。主耶稣，你帮助我有鸽子的声音讲出话来。イエス様どうか私に鳩のような声で言葉を語らせてくださいと。哥罗西书。コロサイ人の手紙。第四章。四章。第六节。六節。新约两百八十六页，繁体字。新约两百八十六页，哥罗西书四章的六节。四章六節です。你们的言语要常常带着和气，好像用言调和，就可以知道该怎样回答个人。六節。いつも塩で味付けられた優しい言葉を使いなさい。そうすれば一人びとりに対してどう答えるべきか分かるであろう。言的作用我们知道可以调味。塩の作用は私たちもしている通り、まず味を 調味することができます。言作用可以防腐。また腐るのを暴風の作用もあります。盐的作用可以洁净。それから清める作用もあります。盐的作用可以消毒。消毒する作用もあります。盐的作用同时可以软化。同时に軟化する作用もあります。所以当我们讲话的时候，你用盐调和，意思是什么？是我们要先软化自己哦。つまりこの塩で味付けられた言葉というのはまず自分を軟化するということです。当我们遇到要让你生气的事情，私たちを憤らせることが起こったら、你一生人一生气讲出来的话都是不好听的啦。人間が憤って発する言葉というのは、聞くに耐え難いものです。都是声色俱厉的，声调也难听，脸色也难看。その声色も怖いし、そして顔色も怖いです。所以遇到这样的事情，我们要提醒自己说，我的言语怎么要才能柔和，要加盐，要软化。なのでそういうことにあった時、どうすればいいかというと、塩で味付けて、自分を軟化させるのです。所以这里就是你就可以知道怎样回答。そうすればどう答えるべきか分かるであろう。这个在第五节上半句就讲。これは五節の前半部分で言っています。你怎么样用智慧跟外人来交往？後半ですね。外の人に対して賢く行動しなさい。外人可以说指着一些还不认识耶稣的。外の人というのはイエス様をまだ知らない人とも言えます。不把神的话放在心里的。主の御言葉を心に蓄えていない人です。在这些局外人之下，他们讲话是不管你的。この外の人にからしてみれば、彼らの発する言葉はあなたの気持ちを考えません。甚至于故意讲话要刺激你。逆にその言葉によってあなたを刺激しようとします。讥笑也好，毁谤也好，攻击、陷害什么都好。あざ笑いの言葉でもいいし、批判の言葉でもいいし、いろいろな言葉を言います。那你怎么你要怎么样跟这种环境的人来相处？ではあなたはどうやってそのような環境の人たちと、対するのか。你真正的智慧在哪里？あなたの本当の知恵はどこにあるか。你去学演讲术、雄辩术呢？この演術などを学ぶのではありません。你不是用你更大声音来压过他，再三压顶呢？もしくは彼らよりももっと大きな声で彼らを圧迫させるのでもありません。接着告诉我们的是用言调和。ここに書いてあるのは塩で味付けなさいと。所以是软化自己。つまり自分を軟化しなさい。追求自己声音柔和像鸽。自分の声が鳩のように柔和であることをまず追い求めるべきです。我们只有这样子才会去体会到为什么耶稣讲出来的话大家喜欢听。そうして初めて私たちはイエス様の発せられた言葉はみんなが好んで聞いたということがわかります。路加福音。ルカによる福音書。四章。四章。二十二节。二十二節です。路加福音四章的二十二节。ルカによる福音書四章二十二節。众人都称赞他，
便吸其他口中所出的恩言、啊、22節すると彼らは皆イエスを褒めまたその口から出てくる恵みの言葉に感嘆していった。主耶稣一讲话讲出来是带给人恩典恩惠的言语。イエス様は言葉を発するとそれは人々に恵みをもたらすものになりました。让你听起来真的安慰得滋润，真的实在感到很舒服。それを聞くと人はとても気持ちが良くなって、そして慰めを得ることができます。这个绝对不是指着一直赞美你、捧你、奉承你的话。それはただあなたをずっと褒めているという言葉ではありません。是指着有造就、安慰、鼓励、帮助的。人の徳を高めて、そして人を慰め、人の助けになる言葉です。所以当四周围的人这样又喊又叫、吵吵闹闹、逼耶稣要去处理这个淫乱的妇人。なのでこの周りの環境がとてもうるさく、そしてこの勧誘を行った女を処理せよとイエス様に命じた時、耶稣反问这些文士、法利赛人、自以为圣洁的人、耶稣就是口出恩言了。你们想想你自己好了。そしてイエス様が発せられたこの恵みの言葉というのはまずあなた方自身を考えなさいと。你有别人还好吗？あなた方は他の人よりも良いですか？结果这些人一个一个溜走。そうしたら周りの人は一人一人消えていきました。最后主耶稣看这个犯罪的妇人还在那里。そして最後にこの勧誘を行った女だけが残ったのです。主耶稣对他怎么说？イエス様は彼女に何と言ったでしょうか？又是口出恩言。また恵みの言葉を発せられました。过去你做什么通通过去了。過去にあなたが起こったことはすべて過去のことです。那时候你还不认识耶稣。その時あなたはまだイエスを知らなかった。现在你看到耶稣了。しかし今あなたはイエスを見た。现在你认识耶稣了。あなたはイエスを知りました。从今以后不要再犯。これからは二度と過ちを犯してはいけない。所以在安息日当传道道理讲完了。安息日に私が説教を終えると。特别提醒我们在日本的青年男女一定要保守圣洁。私は特にこの日本にいる若者に男女の関係を慎むように注意しました。有做家长的很关心自己的儿女变坏了。親たる者は自分の子供たちが悪くならないかととても心配しています。传道告诉他们。伝道者は彼らに言いました。过去都过去了。過去は過去です。从今以后不要再犯。これからは二度と犯さないようにしましょう。这个不是告诉我们犯罪没关系。これは罪を犯すのは罪を犯すのは大丈夫ということであります。而是因为我们太不懂道。私たちがあまりにも教えを知らなかったので。我们信耶稣只是挂一个名。主を信じたのはただ名前だけだったので。我们没有在追求真正神的话语。私たちは本当に主の御言葉を追い求めていなかった。所以当我们今天听到了这个道理。しかし今私たちはこの御言葉を聞きました。我们就应该醒悟过来。私たちは悟すべきです。我们要明白过来。そして悟るべきです。我们要谦卑认罪悔改。謙虚に罪を認め悔い改めるべきです。我们从今以后不要再犯了。私たちはこれから二度と過ちを犯さないようにと。所以我们每一个弟兄姐妹一定要晓得耶稣他本身鸽子圣灵像鸽子降下来。私たちそれぞれが理解しなければいけないことはイエス様は聖霊を受けた時御霊が鳩のように下ってきました。耶稣被圣灵充满。そしてイエス様は御霊に満たされて耶稣就口出恩言。彼の口から恵みの言葉が出ました。我们今天在真耶稣教会里面。今日私たちは新耶稣教会にいます。我们都一直跟人家说、哦、我们真耶稣教会有圣灵哦。私たちはよく人他の人に私たちの教会には聖霊があると言います。对呀、鸽子降下来。そうです、鳩が降りてきました。我也有圣灵哦。私たちにも聖霊があります。我也是像鸽子哦。私も鳩のようだと。但是我们出来的声音是怎么样？しかし私たちの発する言葉はどうでしょうか？神耶稣喜欢不喜欢听呢？イエス様はそれを好むでしょうか？看马拉基书。マラキ書を見ましょう。旧约的最后面，马太福音新约的前面，马拉基书。马拉基书。第三章。三章です。新约马太福音的前面就是旧约最后一卷，马拉基书第三章十六节。马拉基书三章十六节。那时敬畏主的彼此谈论，主侧耳而听。
且有纪念册在他面前记录那敬畏主思念他名的人。十六節、その時主を恐れる者は互いに語った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。そして主を恐れる者およびその名を心に留めている者のために主の前に一つの覚書が記された。在雅歌里面告诉我们说，这个新郎预表耶稣基督，一直告诉心腹真耶稣教会每一个得救的信徒说，你让我听听你的声音好吗？你的声音像鸽子的声音，我很喜欢听哦。画家の中で書いてあったように、新郎であるイエス・キリストは神父である新イエス教会に、あなたの声を聞かせなさい、あなたの声は愛らしいからと言っていました。我们遇到喜欢听的声音，我们会侧耳而听。私たちは自分の好きな声を聞くと、耳を傾けてそれを聞きます。侧耳而听的意思就是把耳朵更靠近声音来源的方向，要注意听，专心听，喜欢听。耳を傾けて聞くというのは、耳をその声の 発する源にもっと近づけてそれを聞こうとしているということです。侧耳而听的相反就是塞耳不听。耳を傾けて聞くことの反対は耳を塞いで聞かないということです。以赛亚先知告诉我们、イザヤ預言者は私たちに言いました。你们祷告我也不听。あなた方の祈りは私は聞かない。因为你们所说所做的都是不好的。あなた方が言う言葉も行いも全て悪いから。在这里马拉基先知告诉我们、ここでマラキ預言者は言っています。什么人的声音神这么喜欢听、喜欢到还要专心听、注意听、侧耳而听。どういう人の声がイエス様、主もそれを耳を傾けて聞こうとする声なのでしょうか。就是他的声音像鸽子的。それは鳩のような声です。谁的声音像鸽子？どういう人の声が鳩のような声でしょうか。敬畏神的人。主を恐れるものです。思念神的人。主の名を心に留めているものです。什么叫做敬畏神、思念神？主を恐れて主を心に留めるということはどういうことでしょうか。就是在我们的日常生活里面。私たちが日常生活において。在教会也好。教会においても。到工厂做事也好。工場で働くときでも。在家里也好。家の中にいても。无论你走到哪里。どこに行っても。你都常常在思想神的话语。常に主の御言葉を思い巡らしているということです。你所作所为一定在考虑我这样做有没有荣耀神。そしてすべてあなたのなすことにおいて、これは主に栄光を期するかどうかを考えているということ。所以一个真正敬畏神的人。なので本当に主を恐れる者とは。有在思想神话语的人。主の御言葉を思い巡らしている人とは。彼此大家在一起、你爱我、我爱你、不只是肉体物质上的相爱、更是用神的话语、属灵切实相爱。みんなと一緒にいるとき、お互いを愛するのは、肉体的な愛し合いだけではなく、霊的な主の恵みの言葉でよって、お互いを愛し合っています。这个时候，我们的声音都像鸽子。その時私たちの声は皆鳩のようです。这个时候神都喜欢听的。そういう声は主は喜ばれます。这个时候我们就像耶稣一样口出恩言。その時に私たちはイエス様のように恵みの言葉を発しています。所以我们要去思考，为什么有时候我祷告祷告，好像主耶稣都不听？なので私たちはどうしてお祈りする時にイエス様は聞いてくれないのかということを考えましょう。是不是主耶稣不爱我了？もしかしたらイエス様が私たちを愛してくれていないのか。耶稣不会不爱我。イエス様は私たちを愛さないことはありません。很可能关键就是我们的声音没有像鸽子。それはもしかしたら私たちの声が鳩のようでないことが可能性が高いです。鸽子的声音为什么会打动神？鳩の声はどうしてイエス神の心を動かすのでしょうか。イザヤ書。イザヤ書。五十九章。五十九章。十一节。11節です。以赛亚书59章11节。以赛亚书59章11節。旧约871页，871页繁体字圣经。我们咆哮如熊，哀鸣如歌，这里有句话，哀鸣如歌。11節の鳩のように痛くうめき。好，再看38章的14节。38章の14節。以赛亚书三十八章的十四节。以赛亚书三十八章十四节。
我向燕子呢喃，向白鹤鸣叫，又向鸽子哀鸣。ここにも鳩のようにうめきという言葉があります。当一个人遇到痛苦的时候，ある人が苦しみにあった時、这里全部用飞禽来形容一个人的痛苦。ここでは鳥類をもってある人の苦しみを表しています。燕子的呢喃，白鹤的鸣叫，鸽子的哀鸣。ツバメのように鶴のように鳴き、鳩のようにうめくと。我们今天晚上重点是在鸽子，我们只谈鸽子的哀鸣。今日今晩は鳩のシリーズなので、鳩のようにうめきというところを学びます。燕子的呢喃，我们是在东京教会谈的。ツバメのようにというところは東京教会で話しました。鸽子哀鸣，我们大家都知道，它就是从肺腑心肠出来的。鳩のようにうめきとありますが、私たちもしているように鳩は、お腹から声を出しています。所以我们柔和的声音，彼此敬畏神，彼此谈论神的话语，也是声音如歌。现在你有痛苦，你的声音也要像鸽子哀鸣。お互いに主の御言葉を語り合っている時も鳩のような声ですが、苦しみに遭っている時も鳩のようにうめいているのです。有的人嚎啕大哭，你可以知道那是哭给人家听的。ある人は大声でわめき泣きますが、それは人に向かって泣いています。尤其我们乡下，这边我不知道，日本不知道，台湾哈，特别在乡下，有人离世了，要让左邻右舍都知道我们很孝顺，花钱去聘请这些孝男孝女，一直哭，晚上哭到天亮，哭整夜的。台湾の特に田舎ですが、もし誰かが亡くなると。周りの人に自分たちは親孝行だということを知らせるために、朝から晩まで泣きます。自己也没有那个体力哭，或许自己更没有真心去哭，所以聘请人家来哭，花钱去请人哭。自分にはその力がなかったり、真心でもって泣けなかったりするので、そういう時にはお金を払ってまで他の人、泣く人を招きます。但是这里告诉我们一个真正的哀痛的人、难过的人，是要像鸽子一样从肺腑的声音出来的。しかしここに書いてあるように、本当に心から悲しんでいる人、苦しんでいる人というのは鳩のようにお腹から、心からうめきます。简单的说，是哭真的，不是哭假的啦。簡単に言うと、本当に泣いているのです。好，38章的第一节。38章の一節。那时西基家病得要死了。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。第二節。二節。西西家就转脸朝墙祷告主。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。第三節、最後一句話、西西家就痛哭了。三節の最後です。そしてヒゼキヤはひどく泣いた。他怎么痛哭？どうやって泣いたのでしょうか？就是十四節所说、他像燕子、像白鹤、像鸽子。それはちょうど十四節に書いてあるように、ツバメ、ツル、ハトのようでした。假如我们今天肉体病了，例えば私たちが肉体が、病にかかったとしましょう。我们学习西西家祷告。私たちはヒゼキヤに習ってお祈りします。我们是祷告真的，不是祷告给人看的。私たちの祈りは誠の祈りであって、他の人に見せるためではありません。当然，我们教导孩子会祷告，我们很安慰、很高兴。もちろん私たちは子供にお祈りを教えて、子供がお祈りするととても喜びます。但是有时候教导也不要有错、有误导啊，错误的引导，不要误导。しかし、その子供に教える時も誤った教えをしてはいけません。曾经有家长对传道说：“传道，传道，你赶快来看，我儿子很会祷告，来来，赶快祷告给传道看，哇，你很会祷告。”かつてある親が私のところに、伝道者、私の息子はとてもよくお祈りができるんですよと言って、息子を私の前でお祈りさせました。结果这个小孩子就变成说，我是祷告给传道看的。そうするとこの子供の認識としては、私は伝道者にお祈りするところを見せている。小孩子会祷告很可爱，没有错。子供がお祈りすることができるのはとても可愛い。但是我们要给他一个正确的观念，你是祷告给主耶稣看。しかし正しい考えをまず教えましょう。私たちの祈りはイエス様に対してしているのだと。我们今天也是祷告给主耶稣看，不是祷告给人看。今日の私たちも人に見せるためではなく、イエス様に見せるためにお祈りをしています。西西家转脸朝墙。ヒゼキヤは顔を背けて壁に向けたと。西西家痛哭。そしてひどく泣いた。西西家祷告主。ヒゼキヤは主に祈りました。西西家向鸽子哀鸣。
ヒゼキヤは鳩のようにうめきました。西西家是一国之君呢。ヒゼキヤは一国の王様です。你一国之君，你要做什么？不是随心所欲，你最有办法了，没有人可以赢你。一国の王様であれば何をしたいと思えば何でもできます。但是他病得要死，谁都帮不了。しかし彼は病気になって死にかかっていて誰も助けられませんでした。这就是提醒我们。ここで注意をしていることは。虽然你在世界上你功成名就，你像一国之君，你像西西家王。私たちがたとえこの世でとても成功していてヒゼキヤのように王様のようになったとしても、你有所不能。しかしできないこともあります。尤其我们现在一谈癌色变，哇，绝症临到我，你有所不能，你病得要死。もしかしたら私たちがんにかかったら、死にかかってしまいます。肉体病也好。肉体的な病でもいいし。心病也好。心理的な病でもいい。看得到的痛苦也好。目に見える苦しみでもいいし。看不见的痛苦也好。目に見えない苦しみでもいいです。我们今天所要学的是什么？今日私たちが学ぶべきことは何でしょうか？像鸽子的哀鸣。鳩のようにうめくことです。从内心的祷告、哭泣、恳求。心から祈って、心から泣いて、心から求める。结果西西家王门神垂听，门神一致。そしてその結果、ヒゼキヤは神に祈りが聞き入れられて、成就されました。サムエル記上。サムエル記上。第一章。一章。十五节。十五節です。撒母耳记上第一章十五节，旧约335页，繁体字。撒母耳记上一章十五节。哈拿回答说：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在主面前倾心吐意。”十五節。しかしハンナは答えた。いいえ我が主よ、私は不幸な女です。ブドウ酒も濃い酒も飲んだのではありません。ただ主の前に心を注ぎ出していたのです。一個人哭得出来还算不错啦。ある人が泣けるのであればそれもまだいいでしょう。哭不出来那个痛苦更痛苦。しかし泣きたくても泣けない方が苦しいです。ハナ遇到了。ハンナはそうでした。他没有办法。彼女はできませんでした。在同一个屋檐下。同じ屋根の下。被你家里面的人。同じ家族に。被你自己的亲人。自分の親族に。一直的欺压。ずっといじめられました。一直的刺激。そして刺激されました。一直的攻击。攻撃されました。就是希望你气死。怒らせるためです。希望你活不下去。もう死んでほしいと思われたからです。逼你出家门一样。そしてこの家から追い出されようとされました。哈拿什么都没有讲。しかしハンナは何も言いませんでした。哈拿没有像一般人所说，我就来个一哭二闹三上吊，投诉我的丈夫，就是很痛苦。用自己的方法，用血气的方法，哈拿没有。ハンナは自分の方法でもって、解決しようとしませんでした。哈拿所选择的方法，他要像鸽子哀鸣。ハンナが選んだ方法は鳩のようにうめくことです。他像鸽子的声音。彼女は鳩のような声で。出自肺腑心肠的声音。心からの声で。所以他跪下来。ざまずきました。在天父真神面前倾心吐意。そして慈愛なる誠の神の前で、自分の心を注ぎ出していたのです。你去体会倾心吐意，完全像鸽子一样，他的声音是从腹部出来的，咕咕咕一直叫。心を注ぎ出すということは、ちょうど鳩のようにお腹から声を出すことと同じです。所以你遇到谁都帮不了的时候，你随时祷告主。なので誰にも助けられないことにあったとき、いつでも主に祈りましょう。没有人能够了解你的时候，倾心吐意，像鸽子哀鸣。誰にも理解されないと思ったとき、心を注ぎ出して鳩のような声で祈りましょう。跪下来祷告的声音像鸽子。そうすれば ひざまずいて祈った声は鳩のようです。結果神解決了、神聽到了、神安慰了。そしてその結果神はそれを聞いて、神は彼女を慰められました。ルカ福音。ルカによる福音書18章18章13節。13節です。ルカ福音18章13節。ルカによる福音書18章13節。新約109頁109。
那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只垂着胸说：神啊，开恩可怜我这个罪人。十三節。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を許しくださいと。一个真正谦卑认罪悔改的人。本当に、謙虚で、そして悔い改めようと努めている人は。就像这个税吏。ちょうどこの主税人のようです。就像鸽子在哀鸣。鳩のようにうめいているようです。他认为他不配。自分にはふさわしくないと。所以他连举目望天都不敢。なので目を天に向けることも恐れていました。他垂着胸。そして目を胸を打ちながら。就是出自肺腑心肠的。つまり心から。主啊，你开恩，你可怜，你赦免。神様どうか恵みを賜って私をお許しくださいと。所以我们今天祷告有时候达不到神的面前。今日私たちの祈りは時に主の御前に達することができません。我们真的学不到鸽子的哀鸣。それは鳩のようにうめいていないからです。如果我们学到鸽子的哀鸣，もし鳩のようにうめくことができれば，必定会得到神的怜悯安慰的。必ず神の憐れみと慰めが得られます。詩篇三十四篇。詩篇三十四篇。十八节。十八節。詩篇三十四篇十八节。詩篇三十四篇十八節。主靠近伤心的人，拯救灵性痛苦的人。十八節。主は心の砕けた者に近く、魂の食い崩れた崩折れたものを救われる。什么叫做伤心的人？什么叫做灵性痛悔的人？心の砕けたもの、魂の食い崩れたものとは何でしょうか？完全像鸽子。完全に鳩のようなもの。不是外表的。外見的なものではありません。是肺腑心肠里面的。心の内からそうなんです。心灵性是内在的深处。心霊性というのは、心の中にあります。我们看约珥书。ヨエル書を見ましょう。第二章。二章。约珥书第二章。ヨエル書二章。十二节。十二節です。旧约一零七零。旧约一零七零繁体字。约珥书二章的十二节。十三节，我们看十三节。二章十三節です。你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向主你们的神，因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔，不降所说的灾。十三節。あなた方は衣服ではなく心を避け、あなた方の神主に帰れ。主は恵みあり憐れみあり、怒ることが遅く慈しみが豊かで、災いを思い返されるからである。十二節。十二節。主说虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向。主は言われる。今からでもあなた方は心を尽くし、断食と嘆きと悲しみと思って私に帰れ。神会安慰伤心的人、灵性痛悔的人，就是不是外表在那边又哭又喊的，他是从内心撕裂自己的心肠，不是只撕裂衣服的。主は心の砕けた者、魂の食い崩れ折れた者の声を聞きます。それは外見的に苦しんでいるのではなく、心から、心を裂いてまで苦しんでいる人です。希伯来人的习惯，一痛苦一悲哀就把自己的衣服撕掉。ヘブル人たちの習慣として、苦しみに遭うとすぐに衣服を裂く習慣があります。但是神对他的百姓说，你们这些只是撕外面的衣服没有用，我要你们从内心彻底的认罪悔改。しかし主は彼らに、あなた方が裂くこの衣服は外見的なものだけで、私が欲しいのはあなた方心を裂いて、心から悔い改めることだ。所以撕裂我们的心肠不是叫我们用刀子去割哦。心を裂くというのは刀で心を刺すということであります。学習鸽子就对了。鳩を習えばいいのです。出自内心的痛悔。心から発せられるこの悔い改め。主啊，你可怜我。主よ、どうか許してください。主啊，你赦免我。どうか許してください。主啊，你安慰我。慰めてください。神绝对听了，神绝对在怜悯你。そうすれば主は必ず聞き入れて、そして憐れんでくださいます。唱詩。賛美歌を歌います。89首。89番。